いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらタイヤショベル、日立建機さんの ZW40 のね、こちらバケットの中ちょっと見てみましょうか。まあこんな感じでね、はい、塗装が剥げてね、まあサビサビの状態。本来ならばね、まあこちら除雪シーズン始まるときに綺麗にね、まあ磨いて塗装をねしてあげるのが一番いいんでしょうけども、今回ねそういう時間がちょっとなかったので、まあはいね、こちらエンジンオイルだと思いますけどもね、これをねちょっと塗っていこうかなと思います。はいね、シリコンスプレーもね一応用意はしてるんですが、まあこちらのねエンジンオイルに関しては、まあ4リッター缶がね、まあそれこそ20缶ぐらいね、まあ中途半端なやつがいっぱいあるんで、まあこれをねちょっと利用してみたらどうかなというところでね、まあではね早速やっていきたいと思いますね。こんな感じで、はい、ではね、行きます。まあこの辺ちょっとやってみましょうかね。はい。ね、こんな感じで。ね。まあ、ローラーでね、なんか塗ってあげるのもいいのかなと思いますけども、ちょっとね、この程度で、ちょっとね、染み込ませてあげるというかね、このね、錆びてる部分だけでも、はいね、よいしょ、はいね、本来ならばね塗装をしてあげるのがいいんでしょうけども、はいね、ちょっとその塗料もちょっと準備できなかったのっていうこともねありますし、はい、まあこんな感じでちょっとね、まあ垂れてくるやつはそれなりに拭いてということで、はいね、状況を見ながら、はいね、少し多めにね、まあ、あんまりやりすぎると今度雪を運んでた時にね、まあ油がね雪について、まあ例えばお子さんとかがね遊ぶ雪にね油が混じってしまうということもありますんで、まあねほどほどに、まあするのがいいのかなと思います。はいね、あとねエンジンオイルでやるのがいいのかね、まあコスト的な問題もありますけども、エンジンオイルはねこれもたくさん余ってますんでね、まあ無限にあるったらあれですけどもね、こんな感じで、はいね、しっかり染み込ませてあげれば、はいね、氷離れ雪離れがいいのかなと思います。はいね、シリコンスプレーもねこれだけありますんで、まあ併用しながらねやっていきたいと思います。はい、ということで以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。